皆様に悲しいお知らせがあるんですけど、僕が長年愛用しているゲーミングチェアがですね、昨日ぶっ壊れました。ぶっ壊れたっつっても、あの足場がね、割れちゃったんですよ。何が原因ですか？僕の体重が原因ですか？失礼な。俺70キロもねえからな。多分。いや、コロナ前僕60キロでしたからね。いや、コロナ来てからね、増えちゃったんですよ、体重が。なんでお前やり直すんだ、こんなところから。もう始まるだろ。てか、本当に俺今、椅子壊れて困ってるんだけど。俺今さ、学習机に、なんだこれ、飛び越えないっすか？いや、これあれだぞ。変なのだから、俺多分これうまいぞ。今、あの、なんか勉強机にさ、あ、これ大っ嫌い。うわ、なるほど。たぶんこっから Z で、なるほど、面白くない。ああ、なるほど、なるほど。いや、今、あの、学習机についてきた、なんかゴミみたいな机じゃない、椅子で。やってるんだけど、この椅子マジでゴミ。300円払われても買わない？ん？ 300 円？ん？うん、なんでもないけど。あの、とりあえず今ゴミみたいな椅子でやってるんですよ。あの、誰か助けてくれませんか？あの、ゲーミングチェアの足ってさ、交換できないの？一回アマゾンで。あ、これいけるか？いやー、おめでとうございます。昔、違う、昔じゃないよ。いや、昨日アマゾンで調べたのよ。そのゲーミングチェアの足の部分だけ交換できないかって。そしたらなんか、他のさ、他社の、なんか足が出てきたんだけど、自分の使ってるゲーミングチェアの足と合うのかがわからないんだけど、すごいね、今困ってます。助けてください。今日さ、久しぶりに晴れたわ、外が。5日ぶりぐらいじゃないの。今すごい。ああ、死んじゃうね、これは。ああ、もう4秒しかないや。今すごいね。お日様の光が僕を照らしてくるんですけど、もうそれで眠くなっちゃった。もう今日終わろうかな。もうちょうど終わったし。さよなら。終わらないんですけどね。でももうすごい今さ、眠いよマジで。めっちゃポカポカする。今ならもう、俺すべての人に優しくできるもん。ポカポカしすぎて。今日はね、みんなに優しくしようと思うんだ。お前話すよ。おい、昨日は。わあ、よくやってきました。いやさすがだね。みんなもポカポカしてるね。あー、なんかざまみろ。あとは、マリオとキノピオくんだけだけど、死なないでほしいな。できればみんなで一緒に、あの、キノピオだけだよ。できればみんなと一緒にゴールしたいなって思うけど、拍手ね、あいつ。いや、本当にね。いや、キノピオくん。で、お前、うわぁ違う！どけ！うくま、クソ記録を殺すとマジで。あ、嘘、違う。あの、いや、ポカポカするな。で、やっぱ俺もこれ、ここだと思ったんだよ、絶対。いや、バカだ、釣られちゃったわ、キノピオに。ただ、まだ中間地点。いや、まだこちら半分となってます。ただ、あれだ、でかくなっちゃったからな。キノピオ一回被弾してもいいんだよな。ただ、被弾。どう、お前、マジで毎回邪魔してきやったよ。この毒記録が。うわぁ、痛いし、しかも俺だけ食らんか、それ。あ、ちょっとごめん、なんでもないよ。ポカポカするんだよね、だから。いや、絶対これ、耐え釣られ。いや、俺はまだこの先に土管があると信じてる。そしてキノピオは騙されて、土管に入れず俺が先に入って勝つというもう未来が見えているんだ。で、さっきからなんかオンスイッチの、いやあ、ああ、ああ、もうさっきからオンスイッチのあれがあるけど、もうどうせゴールだろうな。さっきさ、なんか喋った時に出た唾がモニターにくっついてて、すごい今集中できないんだけど。あの唾汚いから拭いていい。待って。ああ、なんだよ。なんだこの落とし穴は。待って、とりあえず今、そこに扉があることだけ分かった。そして、これテレサを72体倒してからゴール。そしてさっき、テレサいたよな。こいつら。こいつどうやって倒すんだ。スターしかないよな。まあいいや、みんな無視するから僕も。お前殺すとマジ。ふざけんなよ。おい、もう、いいよ、分かった。もうちゃんとね、ゆっくり行きます。もうこっから歩いていくわ。怖いから。ああ、それ欲しい。いや。いや、一応もらっていくわ。欲しいな、俺も。なんで降ってこないの？さっきキノピコの時降ってきたのに。まあいいや、君は無視すること。まあ、あいつはもう、無視！オッケー！よし、やっと次の道に。いや、もうこれ真っ暗だから怖いんだけど、待って、キノピコなんか、またあいつなんかしょ、あ、え、ドア？待って、やばい！待って、待って！やばい、止まってる場合じゃない！ちょ、待って、今 CPU が。マリオ、ピンボールだって。いや、これさ、あれだな。これやりに行った方がいいな。ああ、オンスイッチ押しちゃった。多分これあれでしょ。この土管の先で、コイン100個集めて。で、多分これ、うわ、バカ、あいつあっちから来ちゃったよ。いや、これ絶対赤いところからさ、出てこれるやつだからさ、これ絶対さ、自分でさ、条件取りに行った方がさ、いいと思うんですよ。ほら、今、キノピオくんが出てきたから、じゃあ入れない、全然。待って、これ。なるほど。これ一回下落ちるか。下落ちて、これどこだ？赤の赤の場所だけ俺一回知りたいんだけど、なんかめちゃくちゃあれだ、複雑だな。うわー、待って、これ、キノピコ、お前マジで。お前取るなよ、全部のコイン。やめてくれよ、マジで。これで君があれ100個取っちゃったらもう、あー、なるほど。じゃあ俺、ここで待つことにするかな。条件来るの。あ、来た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 。
あ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。よし、キルピコ。俺たちは今から同盟を組むぞ。あいつ多分右から落ちてくるんじゃないか。いや、キルピコ、そっちは任した。左は俺が行く。右は急に任せてる。いや、これ左から来るか。真ん中に落ちてこないでほしい。僕誰だっけ、ルイジですね。ただ、ここさ、あれなの、宇宙、パクるのが。はい、パクった。はい、はい。いや、今やめて、お前。ああ、終わったかもしれない。ああ、これはもう、確実に終わったってやつ。よっしゃ、ああ、終わった。今日はこれやって、終わろうかなと。なんかこれ、スーパーマリオランド1の1って書いてあったんですけど、僕知りませんね。マリオランドの1の1だ。これ、どこぞの1の1みたいに、ショートカットってあったりします。なんか毎度、いろんなコースの1の1ってショートカットがあったりするような気も、ような気もするんですけど。いや、もうこれはもうショートカットないと見ていいでしょ。だってもうゴールでしょ、多分。もうゴールでしょ。だって1の1だもの。ほら、もう見て。このゴールみたいなフォルム、あ、ゴールだ。絶対これ。ん？ああ、ゴールだった。待ってあげるよ。優しいから。この前、アマゾンプライムビデオで、新映画公開されたんですけど、見ました。僕見ましたよ、2回。あれ、ああ！危ない、お前。マジで、お前さ、もう怖い、いきなり。やめて？